はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといっかんです。はい、今回も前回の続き、くすまさん主催のスマイルフェス、略してスマフェスらしいです。で、そのスマフェスのくすまブースの残っているものと、くすまさん以外のブースもね、いろいろと見ていきましょう。で、まず一発目は、色のついているデコマスがいいかなと思って、このプリコネの強化です。これがね、可愛かったんですよ、めちゃくちゃ。なんかね、ちょっとこう低い位置に置いてあって、で、この子が見つめてくるんですよ。おじちゃん、私を買って、みたいな。いや、危ないですね。おじさんの発言はいちいち危ないですね。で、これは現在予約受付中です。7分の1スケールの価格が税込みの 23,800円。で、これはね、一般量販店でも買えますので割引もあります。気になる方は下にリンクを貼っておきますので、拾ってあげてくださいませ。で、さらに色のついたデコマス展示ですと、こちら、クリスティーナでおなじみのマキセクリスがめちゃくちゃかっこいいスケールフィギュアになっておりました。これにはね、驚きました。まあ、下着自体がもう懐かしいっていうのもあるんですけど、このクオリティ自体がすごいと。今までのクリスのフィギュアって、まあ、無表情のものが多かったじゃないですか。まあ、フケさんのイラストを忠実に再現している、無表情的なやつ。でもね、これは少し笑っているような、ちょっとこう、不気味な笑い。そんなのがね、続々とこう、来るんですよ。この片目を押さえての、この表情がたまりません。これはやばしです。まあ、お値段もね、気になるところではございますが、お迎えする準備をしておきたいです。エル・プサイ・コングルー。そしてこれはまだ色のついてない原型での展示でしたが、エヴァンゲリオン新劇場版の綾波レイのロングヘアバージョン。なんとグッスマさんも出すぞと。しかも6分の1スケールです。まあ確かにね、これは座っているので、6分の1は欲しいですよね。で、これね、綾波が何かを抱いているんですけど、これ誰ですかね。シンジ君、それともアスカの大切にしている人形。まあでもね、これ良さげなんですよ。まだ色がついていないのに、この圧倒感。これ、綾波の決定版になっちゃうんじゃないかっていうくらいの目力があります。いや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 、これはね、楽しみ。エヴァのフィギュアはまだまだ続きます。で、ファーストがいるなら、セカンドもいるぞと。アスカ・ラングレーの原型も展示されていました。当然、こちらも6分の1です。で、これはね、まだ色がついていないから、はっきりとはわからないんですけど、どうもこれ、プラグスーツが破けているような、特に胸のあたりが。そうですよね、そうですよね。あと、太ももあたりも破けてますよね。これだから、劇場版の最後のシーンのあれですかね。あれって、あそこの作画だけ、えらい気合が入ってましたよね。あれはフィギュア化にしてほしいと思っていました。いやー、これもね、綾波と合わせてお迎えするパターンになりそうです。やばやばです。で、古い作品が続きます。こんなサービスめったにしないんだからね。の、銀河の歌姫、シェリル・ノームもフィギュア化です。で、これはね、7分の1スケールですが、ボリュームはね、さっきのエヴァ以上にありそうですかね。かなりのゴージャス仕様になっているようです。足元にも電飾っぽい何かね、看板みたいなものがあったり、で、飛んでるんでしょうかね。なんかまあ、作中でも飛んでましたよね。で、これも色がついたら大変なことになるかと思います。で、ランカは出ないのかな。で、これもなんかね、すごいやつ。ナトリサナ、サナチャンネル王爆誕バージョン。で、すいません。僕はね、VTuber に疎いので存じてないのですが、ググったらゲーム実況系の VTuber っぽいです。まあ、皆さんの方がね、詳しいでしょうけれどもね。で、これもご覧の通りで、本体のナトリサナは可愛い感じなんですけど、その周りの台座、まあ台座というかこれね、もうセットミニチュアみたいな感じ。だからこれもすごそう。まあお値段もね、お高くはなりそうですけれども、いやでもこれはファンには嬉しいですよね。これだけでも存在感が半端ないです。で、こんなのもありました。羽飴、犬、ベッド彼女。なんでもこの羽飴さんがコスプレイヤーさんのようで、で、犬的なご主人様のペットになっているっていう感じですかね。なんかね、すごいです。一応健全です。まあ一応ってあれですけど、まあただお胸はね、かなりの迫力がありますけれどもね。ツイッターとかでもいろいろとご活躍されている方で、すごいね、綺麗な方です。もちろんね、プロポーションも抜群です。見たらきっとあなたも虜になるでしょう。ちなみにこれは6分の1スケールです。で、これが前回のイベントでも展示のあった MX ちゃん。これね、7分の1スケールだったんですね。なんか大きく見えますよね。
でもマックスファクトリーさんのってちょっと大きめなんですよ。で、鳥玉の先生ですよね。なんか色がついていないせいか、ライザにも似てるような感じがします。で、乳が爆裂していると。あとやっぱり太もも周りですよね。これも色付きが楽しみです。で、ブルアカです。グスマさんもブルアカ参戦するようです。で、まずこちらが角立てカリン。制作はマックスファクトリーさん。まあゲームをやっていない僕でも知識を身につけた頭の上の輪っかです。これがあるとブルアカなんですよね。で、これがなくて銃を持っているとドルフロっていう感じらしいです。でもこれはなんかメイドっぽい感じですかね。で、こちらはバニーです。一ノ瀬アスナのバニーガール。だからメイドとバニーっていう感じですかね。で、お乳がでかいと。あの、僕のね、勝手なイメージなんですけど、これもね、制作はマックスさんなんですけれども、マックスさんは巨乳好きですよね。で、これって初展示でしたっけ？ネプテューヌのリトルパープルバージョン。これすごいっすね。なんかあの、他メーカーでも出されていたと思うんですけど、さらに豪華というか、ボリュームがアップした感じ。いやーすごい。リトルだけど、フィギュアはリトルではないです。ちなみにスケールは7分の1ですが、飾るのにはね、高さがちょっと必要な感じでしょうか。いやーでもこれいいなー。かわいいなー。まあ僕、ネプ好きだから買っちゃおうかな。しかしなんでこんなにネプのフィギュアって多いんでしょう。そして忘れてはいけない FGO。ここね、結構あるんですよ。まあ、数はね、少しずつは減ってきてる感じなんですが、まだまだ魅力的なサーバントも多いですよね。で、まずは色のついているアーチャーの清少納言。あの、カラフルな人です。ポージングがね、かなりチャーミングなんですけれども、可愛いです。これはなんかあの、女子受けしそうな感じでしょうか。衣装がなんだろう。まあ、ベースはね、着物っぽいんですけど、羽織っているのはコートっぽい。で、なんかね、ブランド物のバッグをかけていて、で、なんでしょう。まあ、非常に変わっている子ですよね。サーバントなので年齢はよくわかりませんが、いやでも本当に面白い。これ、ローラーブレード履いてるんですかね。で、どんどん行きますよ。どんどん行かないと終わらないと。で、これがランサーの謎のアルターエゴラムダ。これがね、グッズマさんから発売されます。この子好き。このペンギンみたいな子。で、そのペンギンみたいなポンチョを被ってて、これ脱げるんでしたっけ？僕ね、これを脱がれた姿を知らないので、見たことがないので気になります。あの、ペンギンもね、何気に2匹ついているのがいいですよね。2匹じゃなくて2羽かな？そして、相変わらず人気の絶えないスカサハスカディ。これもグッサマさんから出ます。で、なんでしょう。結構お乳が、いい感じにこう広がっているんですけど、あの、お乳が広がってる表現って何なんだよって感じなんですが、で、こちらがマックスファクトリーさんのバーサーカーの源の来光の英霊旅装バージョン。この人も人気ありますよね。なんでしょう。マザコ、巨乳の方が、まあ、好まれるんでしょうね。で、さっきも言った通り、マックさんは巨乳好きでしょ。で、これがオレンジルージュのルーラーシャーロック・ホームズ。制作はこれもマックスさんです。で、メンズ系のフィギュアはね、8分の1スケールが多いです。なので、これも8分の1スケールになっています。で、こちらが角川さんです。セーバーネロのヴィーナスのシルク。これはね、7分の1スケール。なんでしょう。見慣れたネロ様ではあるのですが、お乳の造形がなんでしょう。なんでしょう。いい感じの垂れ具合なんですよね。わかる人、共感できる方いらっしゃいますかね。いやーでもこれは早くエロ付きが見たいです。で、これはフリーイングさんなんで、4分の1スケールです。ルーラーのアルトリアペンドラゴン。あの、カジノのディーラーみたいなやつですよね。僕も詳しくはわからないのですが、まあ、でかいんでしょうね。で、ここら辺のブースが、グスマさんのネンドロイドフィグマに次ぐ人気商品のポップアップパレードです。略してポッパレ。で、こんな感じで遊園地のメリーゴーランド風な回転寿司風な、そんな感じで展示されていました。いやーまあ、いろいろとね、アイデアを出されて面白いですよね。で、これね、個人的なあれですけれども、白浦紬。僕、シドニアの騎士が大好きなんですよ。で、これ欲しかったんですよね。めっちゃ嬉しいです。で、これは L サイズなので、ちょっと大きくて、で、ちょっとお高くなってます。ですが、嬉しい。しかし僕は忘れてませんよ。もうね、5年以上も前だと思うんですけど、星城静香のエナ星城、あれの企画どうなってるんですかね。あれ復活してくれると嬉しいんですけどね。マックスさん厳しいですかね。で、それ以外にもですね、今後発売予定のスケールフィギュアのラインナップがすごいです。
なんかちゃんいるじゃないですか。キラッこれはさっきのシェリルと並べたくなるやつですかね。で、これはさっきの綾波とはまた違うのかな。なんかそんな感じですよね。髪の毛も短いし。で、これはね、ごめんなさい、わからないです。アルファという子みたいですね。で、なんとリコリコが出ます。しかも2人揃って。まあまだね、これはイラストなんですけども、どんな造形になるのか今から楽しみですね。で、竜とそばかすの姫のベルも出るようです。で、ゲームが発売されて、早速のゼノブレード3のミオ。ゼノブレード力入れてますよね、グスマさん。で、ライザも行くぞと、また出るのか。で、読み方がちょっとわからないんですけれども、ももかでいいのかな。なんかね、黒い霊装のようです。スキンですね。ちょっとこう、大人っぽいライザ。もうでも最近はなんかイベントごとに新しいライザの情報が出てきますよね。で、ブルアカがさらに2体出ると、リクハチマアルと角立てカリンのバニガール。これはどちらもマックスさんの制作です。で、これはね、グスマ上海さんです。アーテリーギアのブルーとニオ。これも中国のゲームですかね。で、すいません。これでグスマさんが大体終わったんですが、僕が撮影した中ではね。で、他のメーカーさんも今回少しね、やろうと思っていたんですが、思っていた以上に時間がかかったので、すいません。また残りはね、次回にやらせてください。まあでもね、あと1回で終わらせられると思います。多分。ではでは、すいません。また次回に続きます。